幻覚剤はサイケデリックと形容される独特の視覚体験を引き起こす。フラッシュバックとは幻覚剤によって体験した感覚が突如として再現されることである。幻覚剤の体験から数ヶ月も経った後では起こることは稀である。世界保健機関の疾病及び関連保険問題の国際統計分類10版における 正式な診断名はフラッシュバックで数秒から数分間の出来事と定義し、その用語集にて幻覚剤後知覚障害と定義し、アメリカ精神医学会の精神障害の診断と統計マニュアルにおける正式な診断名は幻覚剤持続性知覚障害であるが、括弧してフラッシュバックと記され、その診断基準においては現実検討ができる視覚的な現象であるとしている。 タイマ及びその成分テトラヒドロカンナビノールは幻覚剤ではない。単なる体験とは異なり、障害である場合には、それが重症であるという診断基準を満たす必要がある。HPPD は幻覚剤使用との因果関係が実証されていない。研究によって主張されており、白シシビンを用いた、いくつかのランダム化比較試験では、こうした症状は報告されていない。 フラッシュバック全体を含めると、心地よいものであるとの見解は半数を超える。また幻覚剤を用いたことがない一般集団にも、視覚症状は起こりうる。ストレスや不安、瞑想や、命定や、大麻の吸引など、自我の働きが変容している時に起こりやすい。幻覚剤を研究していた、ハーバード大学の心理学者のティモシー・リアリーは、脳の中の新しい知覚回路につながったので、 意識が拡張され、薬剤を必要とせず感覚が再現されると述べている。フラッシュバックの頻度に関して、2256人のリゼルグサンジエチルアミドの体験者の23%がフラッシュバックを経験したという報告がある。別の研究では、235人中28%がフラッシュバックを体験し、その64%が人生を邪魔するものではないと思い、 またフラッシュバック体験について以下のような割合での感想が得られた。フラッシュバックは幻覚剤に関連した障害として記されている。DSM4 における幻覚剤持続性知覚障害とは、この名称の後ろにカッコ付きでフラッシュバックと記されている。HPPD では現実検討は障害されないためそれが幻覚であることの自覚があり、 診断基準 A により色や動きに関する視覚的な現象であり、診断基準 B により著しい苦痛や社会的な機能の障害を伴い、診断基準 C により専門などの他の要因が除外されている場合である。第5版の DSM-5 においては、大麻及びその成分のテトラヒドロカンナビノールは幻覚剤ではないことが明記されている。 世界保健機関による ICD-10 においては F1X70 フラッシュバックの診断コードが存在し多くは数秒から数分間のことであり以前の薬物の体験に関しているという特徴から他の精神病性障害と鑑別ができる。世界保健機関のアルコールと薬物の用語集が F1X70 フラッシュバックとは 幻覚剤後知覚障害であると定義している。この HPPD は幻覚剤を使用したことがない人々にも存在し、また偶発的な視覚現象は一般集団にも起こり得る。白紙ンでは、いくつかのランダム化比較試験においてもフラッシュバックや持続的な視覚現象は報告されていない。LSD の使用と視覚症状との間に関連を見出した小規模研究は、 研究手法に重大な問題があり、LSD 群に割り付けられた人々は、研究目的を知らされており、視覚症状に関連しうる、精神障害を持った入院患者であった。また、最後に、幻覚剤を使用してから数年後に発症しており、その因果関係が実証されていない。日本の研究者は、通常は、より早く完全に回復することで鑑別されている。 アンフェタミンによる精神病が数年までの長い期間となり得ると主張し、このような精神病の再発をフラッシュバックと呼んでいる。幻覚剤ではないので厳密にはフラッシュバックとは呼べず、また日本国外では統合失調症の発症が薬物に就職されて早まったという見方をされる。ありがとうございます。